父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。なぜ？甘いから。ダメよ、飲まなくちゃ。そうよ、これはお祝いのお酒ですからね。さあ、みんなで踊りましょう。教えた通りに踊ればいいのよ。明かりをつけまし、そぼんぼりにお花をあげまし、ょ桃の花、氷林の触れた子、今日は楽しいひな祭り、お大理様とお雛様、二人並んで。太郎ちゃん、お母さ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 ん、私のためにある、見せてごらんこの私、今に乗るは玉の輿、磨きかけたこの体、そうなる値打ちがあるはずよ。指をキリキリに心臓めがけ、長男、今にお家のご主人になるんですからね。無事に大きくなってもらいたくて大切にしてるのよ。そんなことしたら汚れちゃうじゃない。ダメよ。さあ、太郎ちゃん帰りましょう。うるせえ太郎ちゃん。向こう行け、この野郎。僕は強いんだ。ママことなんか好きでやってんじゃないや。お姉ちゃんだけ、お姉ちゃんだけ。太郎くん、太郎。お兄さんは立ったの？東光太郎、見てたよ。みんなにからかわれたけど、よく我慢したね。安心したよ。本当は僕だって。分かってる。乱暴するとお姉ちゃんたちが心配するもんね。同じ太郎なんだから、ウルトラマン太郎みたいに本当は強くても
普段は優しくしなくちゃね。でも僕悔しいよ。あ、はい、こちら東 B 地区に怪獣出現、至急本部に戻ってください。了解。宇宙怪獣ベロンは何よりもお酒が大好き。大酒を食らって酔っ払った挙句の果てに迷い込んだところがこの地球というわけだ。体重2万3千トンのベロンに迷い込まれた東京の人こそいい迷惑。にも映らず、いきなり現れたやつだ。気をつけろ。分かってます。攻撃準備完了。撃て。怪獣め、東、レーザーをお見舞いしたれ。了解。レーダーには映ってません。そう、忍術怪獣か。怪獣映った AC 地区です。 AC 地区怪獣ベロンはザッドが来るとドロンドロンと消えてしまう。そして別の地区に現れてそっちにザッドが行くとまたドロンと消えてしまうの。酔っ払いの上に忍術も使うというのだから終わったものだ。どうしてそんな格好してるの？みんな楽器を持って五人囃子みたいだな。僕らね、宇宙人。はい、そうです。何しに来たの？ベロンを追って。追って？ベロン？あのすぐ消えちまう怪獣かい？ほら、あ、
ベロン、宇宙に連れ帰る。手伝って。冗談じゃないよ。相手は怪獣じゃないか。ザットに知らせよう。ダメ。ベロン、消える。ザットでダメなのに、僕にできるわけないよ。できる。無理だよ。ベロン、捕まえないと、僕ら帰れない。お願い。頼りにされるんだろうな。でも、あんな大きなやつ、どうすりゃいいんだい？作戦があるのかい？ベロン、お酒、好き。音楽、好き。踊り、好き。ベロン、お酒飲む。踊り踊る。いい気持ちになる。寝てしまう。見込んだところを捕まえようってわけ。お願い。言えないんだよな、僕。あ、いけない。音楽の邪魔する。ベロンひどく怒る。危ないから外に出ちゃダメよ。そうはいかないんだ。お母さんがお留守の時は私の言うことを聞いて。ダメだよ、僕は男の子、長男なんだからね。まあ、お姉ちゃんお酒ない？こんな時のお酒ですって。怪獣退治にいるんだ。どうだい味は？うん、白酒。白酒でもいいのかい？うん。お姉ちゃん、白酒の材料ならたくさんあったよね。怪獣を退治するんだ。白酒をたくさん作るのを手伝って。うん。白酒作ろう、わっしょいわっしょい。ハグ。わっしょい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 。早く。わっしょいここに置いて。わっしょいあの子たちは攻撃できんじゃないか。避難させなきゃ危ないな。隊長、本土に着陸します。お酒足りないかな。僕もうくたびれちゃったよ。太郎くん、何をしてるんだ。危ないじゃないか。踏みつぶされたらどうするんだ。お酒だよ。白酒をもっと飲ませればあいつは寝ちまうんだ。本当かい。この子たちは怪獣を追って宇宙から来たんだ。この子たちが教えてくれたんだ。
ベロン、お酒、好き、酔っ払う。隊長、変な話なんですがね、スカイホエールで白酒が合成できますかね。何？白酒。白酒？できる。それを奴に飲ませるんだな。はい。さあ、奴が消えないうちにミュージック&ダンス。おたろさんや北島さんも踊って。え？北島先生、ヤスを何とかして仰向かせるんだ。了解。みんな、ベロンが上を見てさ、こう口を開けるようにしてくれないかな。よし。うーたた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 よ。うーたたうーたたうーたたのこの世は私のためにある。この私今に乗るは玉の腰、磨きかけたこの体、そうなる値打ちがあるはずよ。耳をキリキリ、心臓めがけ逃がさない、パートネタイウチ、神がくれたこの美貌、無駄にしては罪になる世界一の男だけ。よし、今だ。閉めた、飲んだぞ。うめえな、うめえ。さあ、いい気持ちになって早く寝ちゃいな。おい、アルコールの量が違ったから。飲みすぎだ。消えないのが取り柄だ。攻撃。そして、
怪獣め、ウルトラマン太郎は飲みすぎた怪獣の酔いを覚ますために水をぶっかけ、歌うその姿、谷間のアイドルは怪獣おろき、ザットの抗議をあだ笑い、怪獣狩りに振るう探検団団長はどこの馬の骨、宇宙人の企みが風雲急を告げるぼっちだに、ザットが戦う、太郎が飛ぶ、さあ来週のウルトラマン太郎みんなで見よう。